おはようございます。黒バラ軍団のリコです。本日のターゲットホールはガーデン北屋の店さんです。朝一の入場は並び順での入場で23番でした。本日の立ち回りなんですが、まずは、ホールに入ってリセット状況の把握から務め、天井ゾーン狙いをメインに立ち回っていきたいと思っております。現在 C ランクで1勝してますので、本日連勝をして、ガンカップ狙っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。おはようございます。転戦に関しましては、お客様で、打たれているので、ちょっと額チェックだけと見させていただきたいなと。出目は変わってなさそうですね。で、1台はガックンと。転戦に関しては出目は変わってないと。多分スルーっぽかったですね、1台は。これは変わってないです。行きます。このままスルーですね。まあ、こちらの店舗さんは、出玉での移動ができないので、一旦流して、こっちのちょっとガックンした台としてない台があったので、そのちょっと確認だけ。ちょっとしていきたいなと思います。これスルーですね。まあ、今、リセット状況を確認してるんですが、今のところ強気の傾向はかなり強いんじゃないかなと本日に至って思います。それでも、朝一学運チェックしました。北斗の拳転生に至ってはほんと数台だけ、学運してる台もありますので、今からもう少しですね、軽に回りながらリセット状況の確認をしながら、それでもそこまでリセットがないのであれば、その学運した台を設定狙いとして、判別することも視野に入れながら立ち回っていきたいと思います。今、回転して、まあ、1時間ほどと、リセット状況の把握をしながら、蹴り回りながら、見てるんですが、もう早い時間からかなり、まあ、天井ゾーン狙いをメインで立ち回る方がかなりいるという中、まあ、本日に至っては、まあ、やはり期待値が高い台を望むよりはもう安い台をこなすしかちょっと厳しい状況なのかなと思いますので、まあ、そういうことも視野に入れながら、まあ期待値あったら、まあ、待つんではなく、まあ、安い期待値でも追っていこうかなと思います。この AKB バラの儀式なんですが、当日、553ゲーム余り、この台を天井狙いで打ちたいと思います。50から打って天井行っても、まあ恩恵は本当に大きくはないんでね、まあなるべく早めに、まあボーナス引いて終えるのが一番ベストなんですけど、まあ今日に至っては、まあ天井ゾーン狙いで回ってる方がかなり多いと、かなり苦しい状況なので、まあ、こういった台もね、まあ、打てる少しでも期待値があれば、まあ、打っていく、まあ、立ち回りに切り替えてるんですけど、まあ、それでもお店の中は強気傾向がかなり強いので、まあ、やりやすいといえばやりやすいですね。まあ、その分、まあ、ライバルが多いので、
まあ、高い台は拾いにくいかなと思います。
った激アツ激アツと無視じゃありませんよ。左だよ右だよ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 右だよ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 
548枚。768枚。この台はですね、1ゲームでやめまして次の台探したいと思います。AKB での獲得というのは806枚でした。このパスロー成長してるんですが、当日66ゲーム、前回が天国に移行してた可能性が高いので、この台、ループ率大体 30% 前後ありますので、この台をですね、天国のゾーンだけ打っていきたいと思います。この台は、98ゲームでやめまして次の台探したいと思います。手に回りながら、1時間半ほど、ホールを期待される台を探している最中なんですが、まあ、本日に至っては特に僕みたいな立ち回りをする方が多く、まあ、期待値ある台があっても、先を越されてしまうという状況の中、まあ、先ほども言ったんですが、まあ、本当に安い期待値だったとしてももう打つしかない状況なのかなと思いますので、まあ、今の時間から特に、安い期待値に、そして高い期待値と、積極的に攻めていきたいと思います。パスローやったまーなんですが、当日、ARD 間、5回ハマりですね、そして前日が、1回ハマってるというところで、今バラエティコーナー2台3台構成はほぼ据え置きを確認してますので、この台も多分6回、 ARD 間まで6回ハマってると思いますので、この台天井狙いで打っていきたいと思います。ところで、まあ、ずっと放置されてた台なんですが、まあ、やはりね、もう打てる台がない以上、まあ、最低限、期待値、まあ、7回ぐらいがこの台に関しては、まあ、狙っていくべき数字なのかなと思うんですけど、まあ、6回でも、まあ、打てなくはないんでね、まあ、状況も考えて、まあ、打ち出してます。6分の1のチャンスですね。
崩しでしょうね。ボールに注目。5番とこれで残念。まあこれで酔い越しだった場合は9回外れとなりますので、まあ、次回、酔い越しだった場合に、ARD 確定で、まあ、6個ですね、ウィンっていうのが出るはずです。まあ、平行だった場合は、もう一回行かないといけなくなりますが、もうレインボーなので、まあ、これで全勝ですね。やはり強気の、ベルの一人でしたね。
3ゲームですね、ここのゲーム数を、上乗せ抽選していくと。で、これでゲットしたと。3番だけ行かなければ上乗せは確定。ちょっとお願いしたいです、マジで。あー、でも4番で30ゲーム上乗せと。まあ、とりあえず上乗せはしました。ウィンが2つボールに注目。あ、OK、おはようございます。いやー、どう、追加からボーナスかな。いや、これ2学取りました。ここもあのゲーム数の獲得チャンス。同じ場所、マジチャンスですね、この1番に入れば。まあまあ1番に入ればかなりでかいと。1番がレインボーに光ってます。ボールに注目。あー、OK、とりあえず一番少ないゲーム数ですけど30ゲームはちょっと。これで、継続のやったルーレット。でしょうか。またリゴス。あ、ここはもう終わっても仕方がないかなと。これで1番に入ったので残念と。トータルは212ゲーム607枚の獲得で終了です。これでおしまいと。この台は、1ゲームでやめまして次の台探したいと思います。ヤッターマンでの獲得は638枚でした。ヤッターマンが終わったから、期待値ある台を、探してるんですが、やはりないところで、今、自分のサマイが、大体プラス300枚ほどの中、事前時間も、これからそこまでないので、期待値高い台をメインにですね探していきたいと思います。このオスサラリーマン番長なんですが、当日44ゲーム、前回の当たりが天国で当たっている可能性が強いので、この台を天国一定まで打っていきたいと思います。この台は85ゲームでやめまして10台を探したいと思います。期待値高い台を探している中でやはりない現状なんですが、今僕みたいな立ち回りをしているお客様がまだたくさんいる中で、やはりこれから1時間と、待ったとしても、期待値ある台を拾えない可能性も高いですし、
自分のさだまが今浮いている状況で本日は実戦終了したいと思います。お疲れ様です。実戦終了しました。本日の立ち回りなんですが、朝一からリセット状況の把握から入り、お店の傾向が据え置き傾向にあったので天井ゾーン狙いで、メインに立ち回りました。僕みたいな、立ち回りをするお客様がかなり多かったので期待値を得るのに、かなり、難しかったんですが、なんとか、その中でも打てた台で、プラス収支を出すことができました。本日の結果なんですが、投資が1504枚、回収が1730枚、サマイ数がプラス226枚でした。本日 C ランクで2連勝しましたので、次回も勝ってランクアップ狙っていきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。